皆さん、こんにちは。IT ビジネスアナリストの深田萌えでございます。え今回は、中国中央政治局、そして中国解放軍の反習近平派による半導体の乱が起こりそうなのかということについてお送りしたいと思います。その前に、いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、そして通知設定、ベルマーク、チーンってお願いします。 えー、これは何かというとですね、えー、これ全然その表だったニュースにはなってないんですけれども、先ほどなんか急にあの中国半導体会社の人からですね、えー、面白いニュースが入ってきたので、ちょっとそれを皆さんにお届けしたいと思いますが、あこれ、えー、裏が取れるような話じゃないかな、多分表のニュースになってないので、まあ、裏話になるんですけれども、あ,の、ねえーまあ、あくまで裏話。 で中国人から聞いた話なので、えーまあ、その辺はご,ろご了承くださいと。で、これ何かというとですね、えー、中国で今、習近平がですね、えー、次の党大会で、えー、皇帝として君臨しようとしているわけなんですが、えー、今までちょっと息もね、 え、絶え絶えだった反習近平派がですね、最後の力を集結し、お前実は台湾とできてんじゃねえのかみたいなことで、えー、習近平に迫ったらしいんですよ。これなんか今朝、今日のことらしいんですけどね。で、これが何かというとですね、まあ解放軍とその中央政治局の中の人間はですね、 中国製造2025で掲げたように、中国の半導体の自立というものを目指していたわけですよ。その中国の半導体の自立を目指していたにもかかわらず、そして何兆円というお金を半導体産業に突っ込んできたにもかかわらず、それが、 台湾 TSMC とかですね、その石膏財閥の SMIC が横槍を出してきて、半導体企業をですね、その嫌がらせをして、えー、妨害しまくっているのに、習近平何もしてくれなかった。 それどころか、台、台湾 TSMC が南京工場を拡大するというのにですね、それ拡大されたら中国の地元の半導体企業が壊滅状態になってしまうにもかかわらず、どうして習近平はそれを止めないんだ実はできてるんじゃないのかという不満がこう持ち上がってきたわけなんですよね。でも確かに、あの、習近平という人はですね、その登場した今から10年ぐらい前はですね、 えー、最弱の帝王というふうに呼ばれたような人で、えー、なぜ最弱の帝王だというふうに言われたかというと、まあ、後ろ盾がないというふうに思われていたんですよね。その後ろ盾がない習近平。えー、江沢民がし妬と戦って、江沢民派を失脚させたら、お前何の後ろ盾もないじゃねえかよ。じゃあ弱っちいねというふうに思われていたら、ところがどっこい。 ファーウェイとか、アリババとか、まあ、ソフトバンクとかですね、TSMC とかですね、そういう、どうも、あの、東小平の派閥、石膏財閥系をバックに、こいつ力蓄えていやがった。しかも、そのね、中国国内の監視システムを完成させて、 そして中国国内のそのブ,ブラックリストですよね。誰がどこで何やってるのかみたいな、そういう情報を全部押さえて、政敵を失脚させ、石膏財閥ばっかりがでかくなって、そして気がついたら、中国独自の半導体産業を作ろうとしていたのに、台湾の TSMC が中国の半導体、えー、よもや世界の半導体を支配しようとしているだとじゃあ、 習近平でこの人台湾とズブズブなんじゃねえのっていうのが、あの、不満が吹き出しちゃったわけなんですよ。で、これまで私はですね、この、あの、深田萌えテレビでも、メルマガでも、中国の台湾侵攻の可能性はかなり低いと、まあ。プーチン大統領がですね、言ってるように、あの、中国はその、 台湾を軍事侵攻するだけの力はまだないっていうのとですね、中国の半導体はですね、ほぼ TSMC と SMIC が作ってるので、その TSMC 攻撃したら中国の力の源泉ですね。監視システムとか、その AI 解析による、そのビッグデータ解析による人民支配とかですね、全部崩壊しちゃうので、えー、中国が台湾に侵攻して TSMC に傷がつくようなことをやるのは、 特策ではないよねと。そう、そういうことを考えるとですね、台湾っていうのはもうすでに中国とズブズブだし、パスポートいらずに中国と台湾行き来できるような関係だし、そして、あのね、中国と台湾っていうのは、スウィフトを経由せずに直接決済できるわけですよ。台湾ドルと中国元、中国人民元っていうのはね。そういう関係にある、その二つの国がですね、もうあの、 あの違う顔を見せてるんだけれども、裏でズブズブつながってるような状態の2社が戦う必要はないっていうのが、まあ私の,あの考えだったんですけれども、ちょっと流れが今日、昨日、今日で変わりつつあるかもしれないんですよね。それ何かというとですね、 その解放軍はですね、自分たちの,その、ね、軍事力を強くするために、あの独自の半導体を作りたいと思っていたのにった、台湾 TSMC ばっかり習近平は助けてと、政治局もそうだそうだ、石膏財閥ばっかり優遇しやがってってなっててですね、ついにその習近平に対してですね、そのねまあ、皇帝になるんだったら、10年以内に台湾を取ってもらわなきゃ困るということを迫って ってるらしいんですよねその、習近平はですね、実は台湾をバックにしたスパイなんじゃないのかみたいな疑惑が上がっていて、その、台湾 TSMC を優遇するのは、こいつ、台湾とつながってんじゃねえのというふうに中国人に思われているので、で中国人は、 もしあんたが台湾のスパイじゃないんだったら、台湾侵攻してくれよと、台湾を潰してくれよっていうことをですね、どうも迫り始めたということだ、ことみたいですね。まあ、台湾の方には非常にそのご迷惑な話なんですけれども、まあ、どうも習近平が台湾だまりにもズブズブすぎるっていうことで、まあ、疑いを持たれてしまっているということなんですよね。で、この、まあ、とにかくですね、まあ、中国は、その台湾 TSMC のですね、 半導体支配に関しても怒り浸透なわけです。そして、その TSMC にですね、その半導体支配を許しているというのが、とにかく許せない。まあ、ごもっともですよね。で、まあ、TSMC はですね、もうかなりいい気になって、中国のそのね、まあ、デバイス業界、エレクトロニクス業界、まあ、IT 業界、 まあど,などこで何するにしてもですね、お前らチップ欲しかったら俺の言うこと聞けよみたいな顔してるわけですよ。俺のバックに習近平様がいるんだからな、お前らみたいなね。そういう,こう偉そうな口を聞いてるんですよね。それがもう本当に我慢ができなくなった。台湾 TSMC を潰してくれみたいな感じになっちゃっているんですよ。で、まあね、最近の TSMC すごく図に載っててですね、 えー、去年の12月に、そのインテルの CEO のパッド・ゲルシンガーがですね、台湾にそのね、えー、訪問して TSMC 様様の訪問をしたわけですよね。それでまあ、あの、台湾にわざわざ訪問して、台湾のな、そのホテルから出られない TSMC の人と対面できないのに、わざわざ台湾に行って TSMC と話をしたというのはですね、アメリカ政府からすると、 あのアメリカ政府が管理できない通信システムを使って秘密の話をしたんじゃないのかっていうことを考えて、えー、そういう読みをしていたんですがそうするとやっぱり TSMC はインテルのためにそのね3ナの5ナの3ナノっていうラインを拡張しますということで宝山地区にインテル向けのその工場を拡張しているとそしてインテルの CEO も TSMC 様に全てをお願いしますみたいな感じで、TSMC に投資する,するみたいなね、こともずっと言ってるわけなんですよね。まあ、そうするとですね、まあ、TSMC からすると、自分のライバルだったはずのインテルはもう自分の門下に下ったわけなんですから、あとはサムスンだけなんですよ。今、サムスンだとか掲げて、TSMC はですね、とにかくサムソンを潰そうとしているんですけれども、 だからそういうのも、どうも中国人からすると、なんかおかしいと。えー、そのサムスンをかばってるのではな,かなくてですね、その半導体業界、一つの業界の中でですね、一社だけに牛耳らせるっていうやり方が、これは中国のやり方、中国共産党のやり方じゃないと。一つの業界に、 5個とか10個ぐらい会社を作ってですね、常に競争させる。いろんなその派閥の人が会社を作って、その間で競争させるというのが中国式のやり方なのに、なんで半導体業界だっけ習近平は石膏財閥、台湾外省人にばっかりそれを任せているんだというね、そういうことに対して不満を抱いているということで、 えー、10年以内に台湾を侵攻してくれ。そして TSMC を破壊してくれみたいなね。そういうことをどうも迫っているようなんですよね。で、この TSMC を 爆破し,しろみたいな話が、その、ついに中国解放軍から上がってきた。やばい、私嬉しそうな顔してる。やばい、私嬉しそうな顔しててすいません、えー。中国解放軍から上がってるんですけれども、この、その、け台湾を侵攻してですね、TSMC を破壊すべきなんだ。中国、そ、 がその台湾に侵攻するなら TSMC を破壊すべきなんだっていうことを言い出したのは、これ解放軍じゃなくて、実は米軍なんですよ。アメリカのその、まあ、軍事学校のですね、先生が書いた、えー、論文、去年あの、アメリカで最もダウンロードされた軍事作戦論文なんですけれども、えー、これはあの、 メルマガでもちょっとご案内したんですけれども、壊れた巣と呼ばれる、そういうあのブロークンネストというタイトルの論文なんですが、えー、中国が台湾を侵攻するならば、台湾で一番価値があるのは、やっぱりその半導体サプライチェーンなので、その半導体サプライチェーンを爆破すべきなんだみたいな論文が出ていてですね、それがアメリカで大人気だったわけなんですよね。 じゃあ、その半導体サプライチェーンって何なんだって言ったら、TSMC じゃねみたいなね、ことが言われていてですね。えこの TSMC 破壊作戦ですね。仮に中国が台湾に侵攻するんだったら、アメリカは TSMC を破壊するべきだ。そうすることによって、台湾の価値はなくなるので、えー、台湾の人たちは、 助かるはずなんだというね、そういうことをどうも考えているようなんですよ。で、その、その論文が去年すごく有名になってですね、そして日米2プラス2の会談があったんですが、 その時の合意事項の中にですね、米軍はその自衛隊の基地ですね、南西諸島にある自衛隊のインフラを使わせてもらえることになったと。そこに、高精度ミサイルを配備するんじゃないのという噂が出ていて、この高精度ミサイルの誤差、何度3メートルというね、それぐらいの精度の高いミサイルを配備するという噂が出ています。そして、えー えっと、その南西諸島ですね。えー、台湾との距離が100キロぐらいしかないんですよ。なので、えー、実は、これ、えー、台湾の TSMC を狙ってんじゃないのという話が、ちょっとちらほら聞こえてきているんですよ。この、すごく奇妙なことに、ね、まあ、習近平派は、習近平派は石膏財閥なので、 台湾 TSMC を守りたいと思ってるんですよ。習近平は台湾守りたいんです。本当はね。そこは、そこをなぜ守りたいかというと、今まで中国人のこれまでの派閥争いの中で、えー、中国人からのそのね、自分の派閥の攻撃を守るのに台湾を習近平は利用していた。それが、 ついになんかばれてきちゃった。まあ、あまりにも TSMC を重用しすぎ、フォックスコン、ね、宴会にフォックスコンのテリー・ゴを呼んだりです、ね、していたので、なんかあの習近平妙に台湾人と仲良くねみたいな、ね、ことがばれてきちゃったと。まあ、そういう中でその、まあ、中国って今まで派閥争い、お互いの派閥を攻撃できてきたわけですよ。同じ国土の中にいるの,いるのであれば。 ところが、その台湾の中にあるので、手出ししにくいんですよね。なので、あの、ついに、フラストレーションが爆破してですね、爆発して、習近平に、あなたはもしかして台湾派じゃないの台湾のスパイじゃないよね。違うんだったら、10年以内に台湾侵攻して TSMC 攻撃するよねできるよね っていうことをどうも迫り始めているらしいんですが、これすごくなんか面白い展開なんですよね。なんで面白いかというとですね、中国の反習近平派がですね、えー、TSMC を爆破するのがいい、これ解放軍もそういうふうに言い始めていると,という考えがこう出てきたというのと、アメリカが中国が台湾を侵攻するんだったら、 TSMC を爆破するべきなんだみたいなことが論文にそれとなく書かれていて、えー、これ何かというと、その中国が台湾を侵攻するときに、解放軍も TSMC を攻撃しないといけないし、米軍も TSMC を攻撃しないといけないというね、そういう。 流れになり始めているようですと。で、まあ、このね、とはいえども、この反、反習近平派の動き、2032年までに絶対にそのね、台湾を取ってくれよ。台湾の TSMC 潰してくれよ、みたいな風に、反習近平派が習近平に迫っているという話ですが、まあ、これ、あくまで、えー、中国人の裏話なので、えー、なかなかね、 えー、裏は取れない話なので、まあ、その辺は、えー、ちょっと含んで、ちょっと聞いてもらえればなと思いました。で、このアメリカのそのね、焦、え、度、ー、作戦で、台湾の価値を下げるために、えー、TSMC を攻撃して爆破するべきなんだみたいなね、そういうことの詳しい部分は、えー、メルマガでご案内しているので、よかったらメルマガの方も見てください。ということで、本日もありがとうございました。 じゃあね。明日も深田萌えテレビをよろしくお願いします。